結局あの後クロード君ってば私のこと無視して行っちゃったんだよね。次に会ったら少尉として注意しないと。クロード君、ジョーカーへの態度がなっとらんぞ。どんな顔するかな。そういえばクロード君の階級証確認し忘れちゃった。もしかして私より上とか。すっごく強かったし、フリーちゃうかも。そもそもどこの所属かもわかんないしな。戻ったら確認を。はっ、げっ、くそ、なんだってんだ。会いたくもねえ顔に二度も出くわすとか、アンラッキーにも程があるだろ。待って、行かないで。うっ、こら、てめえ、話せ、話しやがれ、このヘッポコンだ。何あれ、痴話喧嘩。女の子をあんな邪険にしてひでえやつだな。うわあ、くそ、分かった、分かったから落ち着け。ったく、何なんだよおめえはよ。だってクロード君が無視するんだもん。養護院に帰ってきてくれて何年かぶりに会えたのに。別に帰ったつもりはねえ、ただの任務だ。それにファルクだ、何度も言わせんの。でも、分かった。それにだ、俺様の階級は総長だ。そのファルク総長様が命令するぞ。余計なことを聞くな、黙ってろだ。あ、階級の話しちゃう？しちゃう？私はなんと少尉さん。そうそう、おめえみたいなどんくさには少尉くらいが。少尉？おい、マジかよ、ありえねえ。お姉さんは階級だって。お姉さん、なに、この揺れ。しっかり、怪我はありませんか。おい、んなやつ放っとけ。それよりさっさと獲物を出しな、仕事の時間だぜ。水の中からなんか出た。お化け。俺様はこっちを潰せ、おめえはそっちだ。私一人でこの数を。せっけ、少尉のくせにビビってやがんのか。いいぜ、他の雑魚どもと一緒に逃げとけ。俺様が全部始末してやら。大丈夫、私はやれる子、強い子、頑張る子。やお姉ちゃんが先に逃げたら弟がかわいそうだもんね。頑張れ、私チュリ。私にだってできるもん。おととい来やがれ、スーパーミラクル。倒せたの、さすが私。気抜いてんじゃねえ、また来るぞ。チュリ、に情けねえ声出すんじゃねえ、二度と来んな。なんでおめえなんかが少尉になれてんだよ。私にもよくわからないんだけど、せっこう、いつの間にかポポンポーンと。くそ、じゃあな。でも確かにおめえは昔から妙にラッキーなやつだった。でもでも私もちゃんと頑張ったんだよ、士官になるための勉強とか。出世すれば養護院への仕送りを増やせるもんね。ドドーン。くっ、そっや、頑張れ、私。やー、
さ、なめんな。よっしゃ、いくよ。やった、これで終わり。とはいかねえみてえだな。ヘッグ、よし、行くよ、クロード君。ファルクだ。それに、俺様に指図すんじゃねえ。行くよ。もう、お世辞でもいいから、一緒に戦えて嬉しいって言ってくれてもいいのに。ヘラク、脳みそ花畑かよ。本当になんでおめえが。まあいい、おめえの幸運体質や階級にあれこれ言ってもしゃあねえ。どうせ俺様がおめえの指揮下に入ることなんざねえだろうしな。ふらふなら、じゃあ行くよ。後悔しろ。よいしょ。なめんじゃねえぞ。やめてよ。行くよ。ざりゃ、そら、二度と来んな。どこ、じゃあ、よっと、さっけんな。よいしょ。メリーアタックなあ。でも、まさかこんなに獣が出るなんて。せいゆっさっ、全然終わりが見えないけど、早く全部追い払わなきゃ。追い払う、それ全部ぶち殺すに決まってんだろ。根こそぎよ。ぐクロード君、やばん。なら、そんな言葉遣い、院長先生が悲しむよ。これの知ったことか。せいた、じゃあな。じゃあな。いくよ。ヘラ、どこ、じゃあな。いくよ。ややや、来ないで。なら、さあ、さあ、くせ。まだ来やがんのか。ヘラ、わかるよ、疲れちゃったよね。まだだ、おめえと一緒にすんじゃねえ。まさか任務狩りの船が獣に襲われるたな。ぶね、どうせ連邦の仕業だろうが。うん、それはないと思うよ、この船は定期連絡船だもん。乗客の大半は民間人だし、軍の物資を運んでるわけでもない。それに、あの連邦がわざわざ市民を狙うとは思えないよ。だから、これはきっと偶然。ゆっ、なめんな。驚いたぜ、おめえがそんな賢いことを言えるとは思ってなかった。これが勝利のパワーなのだよ。なら、ちょり、ドダーン。なめんな。ふっ、ちょり、いけー。ちょり、後悔しろや。ゼリア、後悔しろや。せい、シャークセイ、やっチリ、やー、あー、生き残れた。もうここまで来たらとことんやっちゃうよ。どんくさのくせにチッとは吠えるじゃねえか。チリ、うんぐん、しつこいな。いつまで続くのかな、クロード君。いつまでだって構いやしねえ。向かってくるやつは叩っ切るだけだ。二度とく、でも早く倒さないと乗客のみんなも不安だよね。チリ、乗客、行くよ。んなもんどうだっていいだろ。よくないよ、帝国軍は市民を守るの。しゃ、まあ、めんどくせ、説教なんて聞く気ねえわ。おめえは目の前の敵に集中しろよ。どこ、もう、バシュ、どこ。ゼリア、後悔しろよ。チリ、やあ、ざっけんな。どこ、やあ、くらー、それ。やったー、また勝った、勝ったよ、私偉い。ふん、足手まといにならねえなら十分だ。やっぱり合うね、私たち。何の話だ。戦闘の呼吸的なやつ、用語院で一緒に戦った時も連携取れてたしさ。
同郷のよしみっていうか、離れていても家族っていうか。うぜえ、家族じゃねえし勘違いすんな。超強え俺様がヘッポコ醤油をうまくフォローしてやってんだよ。ほらさっさとそっちの敵倒しやがれ。すぐ冷たい。ほらやった、やった、せっちゃん、しゃくせ。くそ、さすがに持たねえ。きっと次が最後だよ。そんな気がするんだ、なんとなくだけど。こいつは今までのと様子が違えぞ。うん、なんかちょっと強いかも。おめえの言う通り、これが最後かもしれねえな。あと真打ち登場ってこった。本当？ああ、だが期待外れだぜ。行くよ。もう少し楽しませてもらえるかと思ったが、こんなの俺様の敵じゃねえ。クロード君自信満々、怖くないのかな。アメリーファイト、勇気を出して頑張るぞ。チリ当たって。よっしゃ、だみんなを守れたから。チリ行くぞ。チリ、よっしゃ、くせ。よっと、当たれ。二度と来んな。ドア、よっ、なめんな。バシュ、チリ、ドア、くら、くっそが。次だ、次。バシュ、どこ、ゆっ、どこ。もう、ダメ、行け。ダメんじゃねえぞ。やっと終わったぜ。ここはもう大丈夫だね。他の場所も確認しに行くよ、クロード君。ファルク総長だ。